焦らない。冷静。冷静。冷静パスタ。冷静パスタ、冷静パスタ。冷静パスタ、冷静パスタ。ありがとうございます。冷静パスタです。ありがとうございます。頑張れ、頑張ります。負けたくない。うわーうー、いや無理か、さすがに。したろ、待つワンテンポがもったいないなと思ってんすよね。もう一回帰ってくるじゃないですか。まちょっとこれ落ち着くか。あーマジか。音楽ね、音楽はね最高に好きなんですけどね。よしよし、あ魔界村ですよこれ、もろ魔界村のパクリですよ。おっしゃる通り。ちょっと待ってね、このタイミングに乗ってこういった、あダメか、ちょっと待ってね、このタイミング降りてトーンって言って絶対ダメだ。トーンって来てトーンって来て、いや無理なのかな、タイミング的に降りて乗ってですよ、まんまっすよ。パクリどころで、オマージュっていうレベルじゃないからね。あ絶対無理だ、絶対に下のところ1回か2回待機しないとできる、いけないようになってますね。今見たらこのタイミングで行ってトーンって乗ったら絶対上のやつが右から来るようになってるんで、1回 100% 待機です。あそこでよし行こうか、結局一緒なんで。つらみちゃんです。最後の難関がつらいっすね。あそこに乗ったからといってあそこから上がっていくのも結構しんどそうだけど、やってみないと分かんないっすからね。そうそうそう、多分ね。急に行けなくなりました。よし、ここね上からポーンってもう行けりゃ行っちゃう、楽なんですけどね。これキープが若干むずいな。上でキープできないっすもんね、あんな狭いところで。上に乗って、いやいけるかもな、上に乗っちゃって左側の、いや無理か、まあまあまあいっか、上に行ってから考えましょう。よし、気合十分です。よし、結局どのタイミングで行っても多分一緒だと思うんで。うーわ、
いやー、24時までにはこう取りたいっすね。いやー、一回上に上がろう、あの時は確実に。一発で行こうとするとダメですわ。ミスる可能性があるんで。上がったらちょっと上にポンって上がってから上に行くか。よし。すぐ行く。待機せずもう上行っちまうか。待機せずに一気に上行っちまうか。リズムで そう、あそこでちょっと一呼吸置くわ。あそこまで行ったらちょっといきなりポーンって行くのはダメですね。一呼吸置いてから行きましょう。ひどいな今のミスは。よし、これで決めるという強いか。ここでちょっとこれ一休憩して、うそー、うそー、よし、よし、もう結構ここに来れる確率は相当高くなってきたんで、あとは仕上げよ。仕上げは、あー惜しかった今。いやめっちゃ惜しかった。今のが今までで一番惜しかったっすね。仕上げはお母さん、あれ、いや、いけるいける、俺はいけるんだって。今のめっちゃ惜しかったんすよ。もうちょっとで、あの三段の上に乗れて、上に行ける、トライすることができたんすよね。めっちゃ惜しくて。うわぁ！早かったね、今のは。いや、でもいい、もう上に乗ったら上にガンガントライしていきますわ。あの、タイミングがもしかしたらあるかもしんないんですけど、上にさえ乗ってしまえば、あとはあの、針の穴を二段ジャンプでうまくかわすっていうことさえできれば、あとは壁に乗っかってクリアだと思うんですけど、もう一つぐらい罠がありそうですね。最後ちょっと簡単すぎるんすよ。なんかね、たらいかなんか落ちてきて、残念でした、ははは、とかありそう。いや、惜しいな。だいぶスランプから抜けつつある気がするんで、結構あそこのところまでスムージーにいけるようになってきてると思うんですよね。とにかくトライし続けることが大事なんで、家庭教師と一緒ですね。家庭教師と一緒でトライし続けることが大事なんで。よし。
降りて、いい方法ないかな。3段目のあの足場まだ乗れてないんですよね。一回まず、2回3回目で行ってみるか。ちょっと1個変えて、うわー、キープがつらいな。あそこでキープして最高のタイミングで上に移んないといけなくて、でもそのタイミングがつかめないんですよね。結構やってんすけど、どのタイミングで上の方向に行けばいいかってのでつかめないんだよな。そこが、そこさえつかめればもう終わりだと思ってんすけど、まさかこのやり込み要素にこんなにはまってしまうとは。もう毒されてますわ完全に。ジャンプが早い、足場で乗っかってる時のジャンプが早いですわ。もうちょっとじっくり行ってもいいんじゃないかな。ふう、集中。うわあ、あとちょっとなのにな。あとちょっとが届きそうで届かないっすわ。本当にあとちょっとなのに。こうクリアした後に果たしてもう一回ボスに挑む元気があるか問題よ。完全に。あーす。ふう。いや無理でしょ。結構あのボスもむずいのよ。もともとあのボスが難しくて嫌になってこっちに逃げてるからね。しかもその逃げてる先がより難しいところに行くという。あ、どうもっす。もう向こうは終わったのかな。くそー、もう1時間半くらいずっと同じとこやってますからね。やばい、24時だ。24時までに、あれ、ゲットしたからってなんかあるわけじゃないんですよ、言うて。ただ名誉がもらえるだけっていう。朝までコースか、これ。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。すいませんね、クリアするところ見せれなくて。お恥ずかしい。マジか。行ったりたいっすね。いいかも、悪くない。あー、惜しい。
ああ惜しい、あとちょっとなのに。あとちょっとなのに、本当にあとちょっとが思ったより分厚いのかな。そう、スムーズにいけるようになってきてるんですよ。そうね、いや、あとちょっと、あとちょっと掴めば多分いけるはずですよ。もう一回その場で停止したら上行くか。上に飛び乗れないとまず話になんないんで。うわ、今いけた、いけた、今絶対2段ジャンプしたらいけた。見えた、見えました。今あのタイミングで2段ジャンプしたら映れてたわ。来たわ、急にやる気出た、急にやる気出ました。あれでいいんだ、乗ってすぐ2段ジャンプで上に行けばいいんだ。オッケー、もう見えた、今見えました。完全に乗った瞬間、わざわざ待たなくても乗ってすぐあの2段ジャンプすりゃいいんで、見えたわ今完全に。あそこで2段ジャンプして斜めの上行ってたら今多分絶対クリアしてました。オッケーです。まだね、慌てるような時間でもないし、油断、慢心が一番の敵ですからね。慢心は一番の敵ですよ。乗ってすぐね、乗ってすぐね、オッケーオッケー。そうね、おーし、みんなみんな見てくれた、みんな見てくれたかい。俺は勝ったぞ、ついに、ついに俺の勝ち、勝ち時だ、勝利の方をあげよう。これちなみになくらってないよね。ついに俺が勝ったぞ。いや、ちなみになくらってないと思うんだけど、いやー報われましたね。なんか最後はスムーズに行きすぎて自分で引きましたけどね。一応見に行って、多分撮ってる、多分撮れてる。ありがとうみんな、よっしゃー、みんなありがとうございます。来たよ、いやー、ついに来ました。そう、最後なぜか普通に行けて、最初からそれせいっていうレベル、特に何の感動もなく普通にスッスッスッって行けちゃった。あれでもさ、勝手に自分で難しくしてました。さあ、懐かしい、君かわいい、さっきの鬼畜難易度に比べたらかわいいっすわ、この子愛おしい。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいっすわ。1時間以上かかりましたからね、もうちょっと結構満足してますからね、ありがとう。いやもう無理や、もう二度としたくない、あれは、もうあれはほんと苦労した、いや苦労したな本当に。あ、危ない、そうね、最大の敵を倒したからラスボスよりむずいんじゃね、まであるよ。そう、実質ラスボスでしょあれ。最後ね、簡単にポンポンポンってしてましたけど、異常なほどむずいですからね。しかも多分あのさっきのクリアしたから僕の操作技術相当上がってますよ。あの
1時間ぐらいがっつり勝負したんで、あ、これでもいいだ。そうそう、レベルアップしてたけど普通に負けたけどね。いやだってさっき求めてるのがエグすぎましたもん。求めてるものがこう、年収5000万で190あって、でスポーツ万能で、で家柄もよく、お日柄もよく、えくそ、あいつ腹立つな。あんなに落とされたわ。あいつまでいてこましますわ、さすがに。まあ相当満足度は高いんですけど、あれ取れたから。あれ取れたから、ほんと一回やってみてください皆さん。このアイワナってゲーム、パソコンがあれば誰でもダウンロードできるんで、ほんとね、あれに挑戦してみて。ほんとに僕の気持ちが痛いほどわかるから。いやー、放送事故になりかけてましたからね。あれぼーっとしすぎや。いや、あるでしょうよ、そんなギャルゲー。私そんな人じゃないと付き合いませんみたいな、低俗なギャルゲーのおりますよ、そういう子は。もっとギリギリを攻めてもいいな、ジャンプは。そうか、ギリギリを攻めないと無理だから、これくらいいかないと。こっからよね、問題は。もうめちゃめちゃしてくんだ。あー、もうめちゃめちゃしてくるわ。確かにね。あ、ありがとうございます。すいません、クリアできるとこ見せれなくて、ボスを。親ありがとうございました。励みになりましたよ。朝早いのに付き合っていただいたら。確かにね、ようわからんすよね。花より団子みたいに、なんていうんですか、その有名、もう入るのも、お家柄が良くないと入れないとかだったらわかるんですけど、そうね、こいつらを倒さんと、あとあと、3番目は特にだね。攻撃、うわ、ちょっと待って。危ね。めっちゃ変なんでたわ。ごめんね。ちょっと、画面にパソコンに、なんか、通告みたいな文字が出てきましたわ。まあ、最初はだいぶ気楽なんで。おー、危ね、今当たったかと思った。ちょっと諦めたぞ。どこが当たり判定なのかがよくわかんねえんだよな。うわ、こいつら腹立つ。うーわ、こいつ避けてきますわ。今ちょっと思ったんすけど、こっちの
ショットガンを避けてきますわ。マジか、そういうことしてくんのか。あ、口ね。オッケー。チークね。口か、どこ、当たり判定がでかすぎてですね。でも兵法、兵法優先で狙うっていうやり方でいいと思うんで。こいつらほんと邪魔で、3番目になると回避してくんすよ、腹立つことに。まさかこいつが若干の罠になるとは思ってなかったっすね。そんなに、まだか。あー、なるほどね。多分ね、口じゃなくてそれはあるかも。それはあるかもな。絶対に避けられないやつでした。まあ、さっきのに比べたらだいぶストレスはないですね。さっきのはストレスがひどかったんで。操作技術は相当上がってますからね、あれをクリアしたんで。うわー、ミスった。4つ出てくんのか。もうちょっとっぽい、ほんともうちょっとなんだけどな、ここも。いや、でもさっきのところで楽しくプレイできてます。さっきの1回1秒も楽しくなかったんで、楽しくボスをボス戦できてるんで、その分が全然違いますね。なんだかんだ言ってボス戦は楽しいっすよ。負けっぱなしで腹は立ちますが。そうよね、3段目になった時に赤いのに回避することばっかりとか、やっつけることに集中しすぎてて、こいつをですね。いや、楽よ。錯覚ですけどね。実際は楽じゃないんです。楽に見えるだけ。お、行ったか？行ったか？行ったか？イエーイ。あんまり先ほどの感動がないという。先ほど以上の感動がない。やったね。ふう、苦労した。待たせたね、みんな。ごめんね。よし、セーブ、セーブ、セーブ。ちょっと、調子いいんで、行きますね。ちょっと待ってね。
何回死んだんだろう。2400回死んでおります私。2400回ですよ。ちょっと待って、どうすんのこれ。いや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 、これどういうこと、わかる方。下、ありがとうございます。この木は木を攻めますか。あー、ダメですね、打っても。木は木は、あ、来た来た来た、多分これは大丈夫。うー、腹立つマジで。もうそんなんが分かったら全然大したことない、はあ、腹立ってくるわ。ちょっとむずいんやで、これと。大丈夫じゃなかった。じゃあ、はい、よーし、よーし、ゲッツゲッツしました、ゲッツ。あ、ここだったんだ。分岐があと1個あるんすよね。どこなんだろう、あと1個分岐は。ありがとうございます。あと1個分岐分かる方いらっしゃいますか。